ポッフェルチェポッフェルチェを焼く後継、ポッフェルチェを焼く専用の器具、ポッフェルチェはパンケーキの一種でオランダの伝統的な菓子。たこ焼きに似た丸い形をしており、一般のパンケーキよりも小さく、小麦粉とそば粉を1対1で混ぜて溶いた生地にイースト菌などを加え発酵させているため、パンケーキよりも口当たりが軽い。ポッフェルチェは 片面が完全に焼き上がる前にひっくり返すため、中も非常に柔らかい。焼いたポッフェルチェには普通砂糖をかけるほか、バターや糖蜜、ホイップクリームなどをかけたり、イチゴを添えることもある。ポッフェルチェを作るのは難しくないが、芋のや銅でできたたたこ焼き器のような特別な調理器具を必要とする。またテフロン加工したアルミ製の器具も売られている。オランダの大きなレストランには、 ポッフェルチェ用の器具が用意されており、シェフが生地を器具に流し込んで、完全に焼き上がってしまう前に器用にフォークで、ひっくり返して丸い形にしていく。スーパーマーケットにも、ベーキングパウダーなどの膨張剤が入っている、ポッフェルチェ用の粉も売られており、家庭で卵や牛乳を混ぜるだけで簡単に作ることができる。3月から9月にかけては、オランダ各地に、 ポッフェルチェ創薬屋台が立ち、一ダース単位で皿に入れて売っている。ポッフェルチェはフランスの修道院で作られる生産用のパンの一種が元となった。フランス革命時、小麦粉の不足のために修道士がそば粉でホスチアを焼いたところ、普通よりも密度が高く美味しい味になった。修道士たちはホスチアを市場の商人らに売って物を交換していたが、 その味に驚いた商人たちは、修道士からレシピを聞いて自らも作るようになり、専用の調理器具も作られ、オランダにも広まった。ポッフェルチェという名は、これを焼くときに、生地から空気が抜けるときの音から名付けられたとされる。ありがとうございます。